りば古墳は、福岡県八女市吉田に所在する前方公園墳である。国の史跡に指定。八女古墳群を構成する一揆。岩戸山古墳に近接して築かれていることから、畜組祝いの子、かつ子の墓ではないかと言われている。岩戸山古墳から東方約300メートルに位置する二段築生の前方公園墳で、墳丘町。 約70メートル、公園部計約30メートル、高さ約5メートル、前方部幅約35メートルで前方部の方が、やや低い。江戸時代の久留米藩の学者である、矢野はじめが表した、筑後少子軍団の中に、吉田村奈良山の名で登場し、石人残血が存在していたこと、岩と山古墳同様に、集合、集包みがあったことが記されている。主体部は、 複質構造の横穴式石室で、公園部南側のくびれ部よりに開口部がある。大型石材を用いた奥壁や側壁、原質の両袖石には赤、黄、青の三色により、連続三角分、同心円わらび手分が描かれている。保存のため公開はされていない。石室は、明治大正年間に開口したものと思われ、その間に発見された玉、バグ、末木が、 東京国立博物館に近藤僧丹王取引関東大東塚頭が福岡県立福島高等学校に所蔵されている。乗り場古墳が造営された時期は服装品や装飾文様、石質構造などから6世紀中頃と推定されている。当古墳は大正11年3月8日に国の史跡に指定された。昭和53年3月24日付で、 史跡の追加指定、統合指定が行われ、指定名称が、やめ古墳群に変更された。古墳入り口、つ和富山歴史資料館展示図二十四ページ、のりは古墳岩富山歴史資料館、図説日本の史跡三原史さん、同謀社出版、九百九十一 p 二百六期指定の史跡、岩東山古墳、のりば古墳、石神山古墳、禅蔵塚古墳、 合加国古墳の5件を統合し、未指定の古墳3期を追加指定した上で、指定名称をやめ古墳群とした。ありがとうございます。